ルチアーノ・パバロッティ、ルチアーノ・パバロッティ、ルチアーノ・パバロッティ。1935年10月12日から2007年9月6日は、イタリアのオペラ歌手。聖域ワはテノール。神に祝福された声、キング・オブ・ハイ・シー、三天派の王者と評された、法令な美声、申し分ない声量、明晰な発音、輝かしい高音が魅力の20世紀後半を代表する。 オペラ歌手の一人。プラシド・ド・ミンゴ、ホセ・カレーラスと共に三大テノールとしても知られる。三人の、中でパバロッティが最年長。イタリアのモデナ生まれ。父親はパン焼き職人の傍ら、才能あるアマチュアテノール歌手でもあった。同郷で同い年の名ソプラノ歌手、ミレッラ・フレーニとは、幼馴染みの上、同じ馬によって育てられた。師範学校を卒業後、 声楽を学ぶ。九百六十一年に、レッチオ・エミーリアの声楽コンクールで優勝し、同年四月二十九日、同地の私立劇場で、ラ・ボエームのロドルフォ役を歌い、オペラの初舞台を踏んだ。この役はその後彼の十八番となり、九百六十三年には、ウィーン国立歌劇場とロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、コベント・ガーデンに、1964年には、 ミラノスカラザにそれぞれロドルフォーってデビューを飾っている。1964年には、オペラアリア州を劣化者に録音、レコードデビューも果たす。1965年2月、マイアミで、ジョーン・サザーランドと、ランメルモールのルチアに出演して、アメリカにデビューした。1967年、サザーランドとその夫の指揮者、リチャード・ボニングと共演のベ、に作曲。 全曲版でオロンベッドを歌い、初めて歌劇全曲版録音に参加、デッカ。1968年、やはりロドルフォで、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にもデビュー。パバロッティが世界的名声を不動のものとしたのは1972年2月17日に、メトロポリタン歌劇場で、ドニゼッティの連帯の娘に出演した時で、パバロッティは、トニオ役のアリアで、 ハイシー、三波音を九回くもなく歌ってのけ、聴衆を熱狂させたのである。輝かしい高音を持つとして彼は名声を確立し、キング・オブ・ハイシーという異名を取るに至った、このニックネームは彼が録したアリア州の題名に由来する。きらめく高音で一世を風靡する一方、パパロッティは、軽やかな、美しさと共に強い響きも備えた性質を生かし、レパートリーの拡充を計画。 1970年に録音で、リッカルド・ベルディの仮面舞踏会に挑戦したのを皮切りに、より劇的な歌唱を必要とされる、継承役へと進出し、評価を得た。その後、性質が重く変化していく。このため、高音の輝かしさには、陰りが出たにつれスピント系の役を増やし、ベリズム時代までの歌劇をレパートリーに加えている。ババロッティは、完璧さを求める、あまりに、 公演をキャンセルすることもしばしばあり、キャンセルの王様とまで揶揄されるようになっていた。有名なシカゴのでは、パバロッティは8年の間に41回の公演の、うち実に26回をキャンセルし、このため激怒した同オペラの支配人から1989年に、終身で入り禁止を言い渡された。パバロッティは、しばしばテレビに出演して、大衆的な名声を得た。 1977年3月には、ライブフロムメトという番組に初めて出演して、ロドルフを歌い、それまでにテレビで放送されたオペラ上演中最大級の視聴者を魅了した。1990年代、パパロッティは野外コンサートをしばしば開き、多くの聴衆を集めたことでも知られる。ロンドンのハイドパークで行われた最初のコンサートはテレビで放送され、 公演の歴史上初のクラシック演奏会となり、15万人という記録的な人数の聴衆を動員した。1993年6月には、ニューヨークのセントラルパークの大庭園で行われた、ババロッティの演奏会には50人が集まり、テレビでもさらに数百万人がこれを視聴した。続いて9月には、パリのエッフェル塔の下でコンサートを開催、推定30万人を集めた。また、 かつてのライバルであったドミンゴ、カレーラスと共に開いた3大テノールコンサートは広く知られている。演奏会の CD やビデオテープの売り上げはプレスリーやローリングストーンズ超えている。2001年にパバロッティはケネディセンター名誉賞を受けている。パバロッティは1997年にパリで自己死したイギリスのダイアナヒと親しく世界の地雷除去のための寄付もした。 ダイアナ妃の葬儀で歌うよう依頼された時は非常に悲しくてとても歌うことはできないと辞退した。2004年3月69歳でニューヨークのメトロポリタン歌劇場においてトスカのカバラドシシ役を演じた。これを最後にオペラ上演からは引退。また同年より世界中をめぐる引退コンサートツアーを開始東京からスタート。 2006年のトリノオリンピックの開会式では、トゥーランドットの誰も寝てはならぬを歌い、オリンピック開会式の長尾に花を添えたが、これがパバ,バロッティにとって人生最後のステージになった。しかし後に、このトリノでのパフォーマンスは、実際には生演奏ではなく、一週間前に録音されたもので、あったと、パバ,バロッティの旧来の友人であり、このステージでも指揮を務めた指揮者。 レオーネ・マジエラがその著書、パバロッティ・ビスト・ダビチの近くで見たパバロッティ、日本未出版の中で明かした。レオーネはその中で、オーケストラは聴衆のために演奏するふりをしました。私は指揮をするふりをしました。また、ルチアーノは歌うふりをしました。その効果は素晴らしかったと述べている。この件について、日本のニュースでは録音であったことが明かされたという。 その事実のみが端的に伝えられたが、直後の個人のブログやネット上の掲示板の書き込みなどでは、この書籍がいわゆる暴露本の類としての扱いを受けることも多く、しばしば著者に対して批判的な反応が見られた。また、マネージャーであったテリー・ロブソンは、パバロッティ自身が2月の夜遅くに、霊下の寒空の中で歌うことは困難であろうと、 オリンピック委員会の招待を何度か断ったのだが、最終的には、委員会があらかじめ歌のパートをレコーディングするよう、パバロッティを説得したと述べている。その後、同年6月、膵臓癌が見つかり手術を受けたが、2007年9月6日、モデナの自宅にて、人不全により71歳で死去した。同年9月8日、モデナの大聖堂で葬儀が行われ、プローディイタリア首相、 アナン全国連事務総長、ボノ、ユーツーやアンドレア・ボチェッリなどの著名人も参列し、市民ら約10万人も集まり調位を表した。パバロッティは、元来、リリコレッジェロ、叙情的で軽やかな表現に適した性質と呼ばれる、性質のテノールである。戦術のように、デビュー5名声を築いていった1960年代は、高音が最大限に生えるドニゼッティ。 ベッディーニなどのいわゆるベルカントオペラがレパートリーの中核をなし、これらの作品の上演、録音により、パバロッティは世界有数のテノールという評価を確立した。当時のパバロッティのレパートリーにおいて、ベルリなどベルカント以降の作品も高音が特に必要とされる、役が多くを占めいた。やがて1970年代以降、パバロッティは劇的な軽な役に進出していく。 一例として、ベルギ作品を見ると、60年代に、パバロッティがベルギ作品で歌った役は高音を必要とする3つの役だったが、前期のリッカルドや、1975年にはマンディーコ、トロバトーレ、1981年にはラダメス、アイーダにそれぞれ挑戦、1991年には演奏会形式で、古今の歌劇の中でも特に重厚な歌唱を、 要求される、オテロ、同名作品を歌い、1992年に歌った、ドンカルロ、同名作品までの挑戦を経て、彼の歌った、ベルディ賞役は13に増えた、装置12のベルディ作品については録音している。パバロッティが、スピント系の役をレパートリーに加えていくにあたって、元来、スピント系の性質でないことに由来する、激性の不足を補う意図から、 アクセントの強調などを過小に取り入れてようになった。このある種の誇張が、後輩歌手たちにも影響があったと言われており、賛否のあるところである。録音では初録音以来、デッカレコードと長く信頼関係を築いており、デッカレコードの過激録音には欠かせない、看板歌手として親しまれ、レパートリーのほとんどを同社に録音している。 三大テノールの中では最も滑覆のいい体型だが、それだけに、ネモリーの愛の名役における喜劇性、マントバ公爵、リゴレットやリッカルド、仮面舞踏会における権力としての側面など、順に枚目に収まらない要素が必要とされる、役柄には無類の強みを発揮した。なおなして、後はほぼ、イタリアオペラに先進したが、唯一のドイツオペラに、バラの騎士歌手役がある。 1961年に結婚したアドアップ人との間に娘を設けたが後に離婚。その後アシスタントのニコレッタ・マントバーニ、ニコレッタ・マントバーニと結婚。双子を授かったが一人だけ生まれた。マントバーニは2015年12月現在、フィレンツェ氏の副市長を務め、何度も来日経験がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。